皆さんおはようございます。今日は11月11日ということで、七五三ですかね。今日はですね、昨日明治さんの方が寄っていただいてくださって、ちょっと今日明治さんのこの名バランスと、あとこれはちょっとご紹介、R1 とかのご紹介をさせてもらいたいと思います。では早速材料ですが、ですね、綺麗なお花を届きましたが、材料はクリームチーズ 200g、 あと名バランス、今日はですね、マスカット味、ヨーグルト味のマスカットを使っていきます。あと水 50cc で、ゼラチンで、あと牛乳 と、 ホイップクリームを使います。先にこのゼラチンを80度以上のお湯で溶かしていきます。キュッと、ちょっと待ちください。こんな感じですね。 でそこにですね、牛乳、50cc ぐらいですかね。牛乳50、あとこれきび砂糖になります。きび砂糖小さじ1杯分入れます。あまりお菓子はあまり得意ではないのでドキドキしております毎回なんですけどで、ここでよくゼラチンを溶かしていただいてですね、こんな感じですね。で、ちょっと甘みはですね、食べてみて、ちょっともうちょっと甘い方がいいかななんていう時はジャムとかね、フルーツを一緒にして召し上がるとかしていただくといいと思います。最初からしっかり甘い味にすると、あんまり甘いのはというか、濃い甘さは薄められないので、まずはそんなところでお願いします。ちょっと庄内弁通じますかね。庄内弁を通訳する方が欲しいこんな感じですね。とってもいい香りがします。今日の鶴岡は昨日からずっと強い雨が降っておりまして、なかなか大変ですね。はい、ではここにですね、クリームチーズを入れていきます。これも結構滑らかになってるやつです。ゼラチンなんですけど、これ飲み込みがちょっと難しい方でもいい感じの喉越しになっているので大丈夫だと思います。でこれでしていくと、こうですね、ちょっとこれクリームチーズを少し、でここに、生クリームをちょいと
同じぐらい 50cc ぐらい少しずつ混ぜていきます。で今日はですね、この天気の中ですけれども、くじ引きにここからそう112号線のところずっと行ってくじ引き地域があるんですが、そこで健康教室をやってきます。よいしょ。これただ本当混ぜて固めるだけなので手間いらずで、ちょっと目先も変わるという意味もあるんですが、少量でより栄養量が高くなるということでちょっとやってみました。これからにちょっとですね、少しずつちょっとこの作業というか、ここでちょっとね、きれいに混ぜないとうまく全体が固まらないので、これにヨーグルトを入れて、ヨーグルトのクリームチーズケーキみたいにしてもいいと思います。今日はヨーグルトではなくメイバランスを使っていきます。だいぶ緩くなってまいりましたが、いい感じです。こんな感じです。はい。で、ですね、メイバランスは少しこうやって揉んであげると利水が全然気になりませんので、であとここキャップこう開けていただいてですね、よいしょ、でこれをですね、もうもともとこちらはゼリー状というかムース状になってますので、これで一緒に固めちゃいます。すごくマスカットのいい香りがいたしますね。よいしょ。こんな感じで混ぜますね。これ粉寒天とこちらのゲル化剤が合わないので、私はあえてゼラチンを使います。でゼラチンは一般的に口の中で溶けちゃって無性の原因になるんですが、これは材料が全然割合が違うので大丈夫です。でこれで OK です。はい。でこれを流し型に入れます。はい。このヘラの使い方がなんとも、ちょっと見えなくなっちゃうもんだから手が反対になっちゃうんですよね。よいしょ。
でヒュルヒュルヒュルと。でこれで冷蔵庫に入れて2時間ほど冷蔵庫に入れてですね固めていきます。こんな感じで出来上がりました。で今日はこんな感じかな。ヒュッヒュッはい、これでちょっと冷蔵庫に入れていきます。で今日はですねもう一つこの明治さん の, あの瓶に入ってる R1 とあと、名バランスの飲むヨーグルト、本当飲むヨーグルト、あのこちらの、よくドラッグストアとかで売ってる名バランスの濃い味っていうかそういう感じではなく、あの飲むヨーグルトの味です。あの表現が伝わりますかね。であのこれは宅配専用ということで、例えばあの3日だったら3本、1週間だら1週間分をボックスに置いてくれて、で殻はまた回収するというやり方で、あの一つはあの一人暮らしで安否確認であるとか、そのままずっと置いてたらあれおかしいなとかって思うでしょうし、あのこうコミュニケーションがねよりあのできるというところで、私もああいいなと思って昨日あのメーカーの方とお話ししました。結構あの山間部に限らず中心部でもお買い物になかなか行けないとかっていう方も多くいられると思うので、あの私も R1 美味しく飲んでるんですけれども、飽きのこない味っていうかね、いい感じだと思います。もしあれと思って興味のある方、あのぜひ取りたいななんて思う方はあのご一報いただければと思います。ではちょっと今先ほどの作ったクリームチーズケーキ、ケーキではないな、クリームチーズケーキ風が固まったら2時間後またお会いいたしましょう。一旦ちょっと退出しますね。はい、失礼します。そろそろでは固まった頃です。ですね、とてもあのぶどうのいい香りがします。でこんな感じです。でちょっと盛り付けをしてみましょう。どうすっかな、押し型でよいしょ。硬さもちょうどいい塩梅ですね。でこんな感じで、ジャムとか少し上からかけたりとかでするとよりいいかなと思います。ミントの葉っぱとかねちょっとちょこんと乗せたりとかいいかなとは思います。こんな感じですね。はい、今日の鶴岡本当は朝からずっと雨で今もまだ降ってるんですけれども、また明日は今日よりちょっと悪くなるって言ってましたので、皆さん運転と気をつけてくださいね。この間はいきなりあられがザーッと降ってきてですね、でカメムシがいっぱい出てきてましてですね、すごいことになってましたが、まあまあ今日は午前中
健康教室行ってきまして、ちょっとお料理をご紹介したりとかしてましたので、また明日は夕方とか夜の7時半から運動とあとお料理のコラボということで、瀬尾医療連携事務所さんと一緒に企画させていただいた健康教室をやりますので、ぜひそちらもご参加ください。ではまた、ごきげんよう。明日、さようなら。